俺の名前は和俊、エンジニアをしている29歳です。今回は去年結婚して間もない時期に起きたとんでもない出来事をお話しします。俺は2歳年下のレミと席は入れたものの、お互い実家暮らしで2人で住む新居を探していました。ちょうど大学時代の友達である純一が不動産屋で働いていたので、俺たちは彼のお店に頼んで家を探すことにしたのですが、彼女は家をなかなか決めてくれず。この前見に行った船橋の家どうだった？俺は結構気に入ったからもうそこでいいかなって感じだけど。あそこか、全体的には良かったんだけど、ちょっとベランダが狭すぎたかな。そっか、じゃあまた違う物件探してもらう？うん、純一くんには申し訳ないけど、船橋あたりでもう少し探してほしいな。わかった、連絡してみるよ。あ、でも和俊、仕事忙しいよね。そうだな、今月会社辞めちゃった人がいて、その人の分を補わなきゃいけないから激務で、なかなか物件見に行けそうにないな。私は割と時間取れるから、純一くんに私が連絡取ろうか？え、まあいいけど。物件探しも和俊が来れなくても私だけが何軒か行って、最終的に気に入ったところに改めて二人で行って決定することにしない？そうだな。私の方が条件とかにわがままだから、和俊を連れ回すのも悪いし。オッケー。じゃあ純一くんの LINE 教えてくれる？わかった、これだよ。ありがとう。とりあえず彼に連絡して物件回って、また最終的に和俊に連絡するね。了解。忙しくてなかなか会えずごめんな。仕方ないよ、お仕事だもん。早く二人でいい家に住めるといいね。そうだね、和俊がお仕事頑張ってる間物件探し頑張ります。よろしく。当時俺は仕事が急に忙しくなり始め、家探しをレミに任せきりにしてしまっていました。レミから家探しについてはそれ以降連絡がなく、本当に探しているのか正直不安でした。前回の家探しの連絡からだいぶ経った頃、仕事もだいぶ落ち着いたため、俺の休みも取りやすくなってきました。家見つかった？ごめんね、任せっきりにしてて。ごめん、何回か見に行ったんだけど、なかなかいい家がなくて。そうか、まあ何か妥協するところも見つけないとだよな。まあそうなんだけどさ、まだいい物件がありそうだから引き続き見てみるわ。俺も忙しかった分有給が溜まってるから平日休めそうだから、これからは一緒に行くよ。それではしごして今度こそサクッと決めようぜ。え、仕事忙しいんじゃないの？新人くんが成長してくれてるし、繁忙期も過ぎたからだいぶ落ち着いた。だからこれからはたっぷり家探しに費やせるよ。そうなんだ。だけど新人くんの面倒も見たりとかしなきゃなんじゃないの？優秀な子だから手がかからないんだよ。でも急にまた仕事降ってきたりしない？家探しの方は私一人で何とかするから本当に大丈夫。いやいや、今まで負担かけちゃってたし、二人の家のことだから俺も一緒に行って決めるよ。いや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 、本当に大丈夫だから。なんか俺が来て欲しくないような言い方だな。え、そんなことないけど、和俊忙しかっただろうからゆっくり休んでって思っただけよ。いやいや、気晴らしに出かけて家見たいんだけど。レミさ、なんか隠し事してる？もしかして実際は一緒に住みたくないとか？そんなことないよ、席も入れたんだし家だって早く決めたいところだよ。じゃあ一緒に行こうぜ。そうだね。いつにする？来週の火曜日か水曜日なら休み取れそうなんだけど。水曜日は不動産屋の定休日じゃない？そっか、詳しいな。そう？詳しいっていうか、さっきたまたま調べただけだよ。じゃあ火曜日は？火曜日いいんじゃない？純一くんも出勤してるし。ん？純一の出勤日まで覚えたのか？いや、別に覚えてるっていうか、前に何回か言ってた気がしたからさ。そっか、じゃあ純一に連絡してみるよ。
うん、よろしく。そして俺たちは火曜日に家を見に行きました。俺は気に入った物件があって契約したかったのですが、レミがまた難色を示し、結局また家探しは振り出しに戻ってしまいました。レミが優柔不断なのはともかく、俺が気になったのが純一の態度でした。純一は何度も物件選びに付き合わされたにもかかわらず、俺たちに物件のデメリットを強めに伝え、なぜだか契約を阻止しているように見えました。俺には二人が何か俺に隠し事をしているように見え、それを突き止めるためにいけないと思いつつ、自宅でレミの携帯を盗み見しました。すると衝撃のやりとりが。次はいつ物件見に来るの？まあこの前見に行ったばっかりじゃん。俺に会いたくないの？どうせ和俊は忙しくしてるんだろ。そうだけど。レミに会いたすぎて仕事にならない。また物件の中でイチャイチャしようぜ。もうエッチなんだから。どうせあんなつまらない旦那じゃ足りてないんだろ。まあそれは否めないけど。結婚したばっかりなのに罪な女だね。それはそっちもじゃん。どうせ俺とイチャつきたいだけで家なんかすぐ決める気ないんだろ。まあもう少し粘ってもいいかな。うちのバカ旦那仕事で忙しいみたいだし、今がチャンスだよ。最初にレミから連絡来た時嬉しかったな。まあ俺も一目見た時からレミに夢中だけど、俺の連絡先教えたお前のバカ旦那ありがとう。さすが俺の鈍感な友達くんだわ。ほんとほんと、あれからうちらがこんなに頻繁に会ってんのマジで気づいてないから。で次はどこでイチャイチャする？もうさ、家探しとかいいからホテル直行しない？悪い女だな。一応物件はピックアップして行った体にしないと上司にキレられるから、適当に物件の鍵借りて行ったことにしとくよ。物件の中も燃えたけど、たまにはホテルもいいよな。うん、次はホテルがいい。もう明日にでも会いたくなっちゃった。本当にレミって積極的。じゃあ適当に物件探しとか行ってバカ旦那仕事させといて。オッケー、適当に仕事させとくわ。じゃあまた明日連絡する。衝撃のライン内容に俺はしばらく硬直してしまいました。友達だと思っていた純一という男は不動産物件の案内を利用しレミと密会し不倫をしていたのです。レミがなかなか新居を決めない理由は純一と会えなくなるからだったのでしょう。直接レミを責めるのは感情的になりそうだったので、俺は後日離婚を決意し彼女に LINE をしました。今大丈夫？うん、どうした？この前結局新居決まらなかったね。そうだね、あと一歩なんだけど、どうしてもこだわりが出ちゃってごめんね。俺新しい物件また探してみたんだけど、また忙しくなってきちゃって。レミ一人で行ってくれる？うん、行く行く。純一くんには私から言っておくよ。うん、ありがとう。ついでにホテルの予約もお願いすれば？え？ほら、二人がいつもイチャイチャしてるホテルのこと。やだ、何それ。何それって、新居決める気ないんでしょ？ならホテル直行しちゃえば？お前の不倫相手純一くんと。いや、なんでそれを？まあ何かしらの方法でね。ごめんなさい、魔が差しただけなの。ふーん、魔が差したら二人の結婚生活のために頑張って働く旦那に嘘ついてだらだら家を決めずに不倫するんだ。なんだか魔が差すって楽しそうだね。純一のことは所詮遊びだし、本命はあなた。だから純一とはもう会わない。つまらないバカ旦那と結婚して楽しい？やめた方がいいんじゃない？つまらないなんて思ってないよ。どうだか。第一、私たちまだ新婚でしょ。すぐ離婚とかはしない方がいいと思う。世間の目もあるし。世間の目を気にするなら不倫すんなよ、バカかよ。何と言われようと俺離婚するから。ちょっと待ってよ、家はどうなるの？いいえ、決める気ないじゃないすかあなた。いや、
今ならすぐにでも決める。そのセリフ、不倫する前に聞きたかったよ。じゃあね、法廷で会おうか。ちょっと！俺は彼女をブロックし離婚、慰謝料をめぐる裁判をしました。そして、無事に勝訴し、彼女から慰謝料を勝ち取りました。もちろん、不倫相手の純一とも友達はやめ、純一は客と不倫し、不適切な場所で行為に及んだことが会社にバレ、解雇になったそうです。俺はというと、新婚で不倫をされ、傷ついた心を癒しに、長い休みを取り、一人旅に出ました。そこで知り合った、同じく一人旅していた女性と、今は真剣にお付き合いしております。結婚を考えていますが、次は新婚早々不倫をされないように、慎重に進めています。ご視聴ありがとうございました。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。